危ねえなこいつ。これは北九州市若松区のグリーンパークで撮影された映像です。茂みの中からこちらを見つめる猿。すると次の瞬間、突然こちらに向かってきます。そして車の上に乗るとこちらを睨みつけるような素振りも見せます。グリーンパークでは今月に入って猿の目撃情報が相次いでいることから、北九州市の協力のもと今日までに捕獲用の罠を2基設置しました。設置されたのは高さおよそ70センチ、幅およそ60センチの鉄製の箱罠で、中には落花生が置かれ、猿が入ると閉まる仕組みになっています。若松区内では先月7日以降、群れを離れて単独で行動するいわゆる離れ猿に人が襲われる被害が相次いでいて、おとといも下校中の8歳の女の子が軽い怪我をするなど、被害は合わせて18件となっています。市はすべて同じ猿によるものとみて、捕獲次第殺処分する方針です。